宮里藍さんの場合、スランプに陥りましたよね。で、なんかちょっと変わってきて、なんとかいけそうかなっていうところまで復活してきた。で、その時に、メンタル面のコーチを依頼したそうです。お名前はピア・ニールソンっていう方と、リン・マリオネットっていう方に、メンタル面のコーチを依頼した。すると、どんな風に指導されたかというと、人それぞれに自分だけの命のリズムと表現があるんだから、自分が別に何かに変わるのではなく、自分が自分に戻って、本来の自分をそのまま引き出せるようになりなさい。というふうに指導を受けた。で、本音を出しなさい。あなたの本当の音色を出しなさいということですよね。で、愛。愛っていうのは、宮里藍さんの愛のことね。愛、あなたはもともとマジックテンポを持っているのよって言われたんだ。マジックテンポ。で、自分本来の旋律とかリズムとかテンポがあなたにはあるんだよって言われた。で、そう言われた瞬間に、パズルのワンピースがパチッとはまったような気がした。というわけですよね。そうなんや、自分には自分本来の旋律とかテンポがあるんだって分かったっていうんですよね。そうして、ゴルファーですからね、愛さんの場合は、スイングのテンポを速くしたり遅くしたり、25%、50% といろいろ変えながら振ってみたんだって。で、その時に打球は見ない。右に曲がるとかそんなことはもう考えない。テンポだけ見て、そうしていろいろやってみて、あ、これが私のテンポだ。マジックテンポだって分かって、ぴったり来て気持ちがいいようなリズムを探した。そうして、あ、これだって分かった。そうして気づいた時に、フォームなんか気にしてないんですけど、その時にフォームを後でビデオで見てみたら、あ、これが中学生の時のテンポとフォームやったっていうのが分かった。だからストンと胸の使いが取れた。ということで、アメリカに進出して、もっと向上しなければならないとかなんとか思って、いろいろ工夫しているうちに、すべてが崩れてしまってたんですよね。だから、あ、本来の自分に戻ったらいいんだ。これは僕らにもすごくいい、教訓になりますよね。そうか、何も別のものになる必要はないんだ。ゾウさんとかライオンに乗って別のとこに行く必要はないんや。自分は自分であればいいんだっていうのが、分かったっていうわけですね。だから僕はいつも言ってる、下手くそでも自分の足で歩こうねっていうところが分かったということでしょうね。こういうふうにして、まず自分のリズムとかテンポとか旋律を見出しなさいっていうのが、弥勒さんが僕たちに願っていることなんですよね。弥勒さんって友愛の菩薩と言われています。だから友愛、友と愛すると書いて友愛の菩薩ですね。だからすごく優しくて、普賢さんと文殊さんの方法ってすごく自力的で、ちょっと厳しい修行だったんですけど、弥勒さんはそんなこと言わなくて、こんな風にしなさいよって、もっと優しく自分本来の自分に戻ったらいいんだよっていう風に言うのが弥勒さんなんですよね。さらにもっと愛の深い観音様の方に行きます。そうすると観音様は、お経文で言ったら、ムーチー役ムードク、イームーショトッコっていう、そういうお経を唱えると、観音さんがバーッと現れる。そして、僕たちに指導してくれるっていうふうに、空海さんは言ってますよね。自分本来の音色を発見したと。何もしてなくても、その本来の音色で、心さんは振動していると。だからその振動に沿うような、反しないような思いを、心に抱いたらそれは実現しますよっていうのが弥勒さんの方法です。で、観音様も一つ悟りを深めてですね、本来の音色っていうのをじっと耳を潜めて聞いてみると、実はそのバックにもう一つ響きがあると。それは何か言うと、大宇宙全体に遍満している、どこにでも届いているような音色があります。で、その音色があるから、その音色によって実は僕たちの楽器である心も響いていて、その、出てくる響きというのは、その人々、その人々によって違う。でも、大宇宙発の旋律、これ主旋律とすると、その主旋律に沿うような、そのパートとなるような響きを僕たちの心は出しているんだ。そうして、まあ、大宇宙交響曲、そんな風になってるんだっていう、そういうふうなことを観音様は言うわけです。大宇宙発の音色に調和しないような思いは実現しませんよ。と
というわけです。観音様は提案しておられる思いの実現法は、これは今僕もこれでやっているんで、観音様派、観音様に従ったやり方でやっています。どんな方法かというと、一番は、自分が無力であり、至らないものであることを認め、受け入れることですよね。それはもう実感してますからね。自分は何もできへんなって。全部周りの人がやってくれてる、ありがたいなっていう、そのありがたい感謝の気持ちはしっかり持ってますけどね。大宇宙発の響きを信頼して任せる。でも、自分の思いはもうない。僕の場合はもうないんです。だから自分が何かをしたいということは全くもうなくて、ただ信頼し任せると、そうすると3番は、心さんが大宇宙発の主旋律のパートとなるようなあなた独自の旋律を奏で始めます。心さん楽器ですからね。だから主旋律があるんです。大宇宙には。で、その主旋律に合うような、そのパートとなるような独自の旋律を心さんが勝手に奏で始めます。僕の場合だったら、その旋律が世界に広がっていって、例えば僕のパートの場合は言葉の御用とか、ね、筆の御用とか、そういう風なパートを奏でるようになってるんで、それにふさわしいような世界が自分の周りに出てくる。だから僕のように職業も何もないような人間やったのに、勝手に周りの人が本出してくれたり、そうして公園に呼んでくれたりして、どんどんそういう世界が広がっていく。そういうことが可能になってくるよ。そして心さんが話す旋律に身を任せていると、自分の輪に、自分にふさわしい世界が誕生するんだから、これは観音様の方法って自力では全くなくて、もう他力。ここは他力になってますよね。もうお任せ。だから、お任せして、どんどん周りにそういう世界を作っていただくっていう、そこだけになってるんで、すごく簡単なんだけど、なかなかそこまで行くには、やっぱり自力の道も通って、自分の限界を知り、無力を知り、そういういろんな経験をしながら、ようやく観音様の教えがふさわしいような人間になれるわけですよね。だから、でも本当に観音様ありがたいと思います。